あとね、そのエピソード型、物語型とあと説明型、うん、まあ大きく2つあるんだけど、はい、説明っていうのは最初に結論言った方が話が早い、うんうんうん、このやり方をエピソードにはめ込んじゃうと意味が分かんなくなっちゃうから、エピソードはもうさっき言ったように始まりがあって終わりがあるものだから、うんうんうん、いつどこで誰とから始まって何の話して、最後ここで終わりっていうのをしっかり構成しないといけないんだよね、うんうんうん、今からする話は何なのかって最初に入れるだけで全然変わると思うよ。なるほど、なるほどね、うん、これは誰かの時間というよりだいぶ美佐子の時間になってる気がするけど、美佐子を見て直せっていうことですね。そういうこと。最高の反面教師だから。なるほどな。意外と身近にいたんだな。普段どんなことをしゃべるわけ？なんかラジオとかだと、まあなんか最近あったなんか例えばボードゲームこれいうのをやったんだけど面白かったよみたいな話をするんですけど、なんか結構一辺倒になりがちで。ああ、なるほど。そうなんですよ。あ、そっか。なんかその2人で喋る番組なんですけど、結構私が喋ってでちょっと喋って自己完結みたいな、相手があんま喋らないタイプっていうのもあるんですけど。なるほど。そうなんですよ。だからね、もう伊達さんの場合は、うん、テキスト、まあ、つまり話すべきことはしっかり固まってるんですよ、うん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 、あとは感情を乗っけるっていう作業ですよ。どこを伝えたいのかっていう、うんうん、どこに一番重心を置くのかっていうのだけはっきりすればいいの。あ、なるほど。まあ、ちょっとそのもうここが本当に大事なのっていうところを、まあ、ジェスチャーを交えたり、うんうん、笑顔を見せたり、うんうん、まあ、力強く発言してみたりとか。なるほど。そういう多分ところじゃないかな。メリハリをつけるってことですかね、うんうん、なるほど。でそこまでいけばプロのトークだよね。おの、うん、目指すぞ。だもうかなり近いと思う。やったー、君らとはちょっとステージが違うよね。ふふふふ。それは分かってたよ。あ、認めた。あなたの方が喋る仕事だと思うんだけど。ありがとうございます。じゃあ伊達庵は解決って感じ。いや、すごい勉強になりました。ありがとうございます。これからも勉強します、はい、じゃあどうしよう、次は私行っていいですか？まあ、私の場合、うん、例えばラジオのお仕事とかだったら、うん、やっぱちゃんと尺が決められていて、うん、でその間にちゃんと全部コーナーとか全部収めなきゃっていうので、そういう時はすごくなんていうか考えながら喋られるんですけど、うん、例えばバラエティ系だったりとか、うん、まさにこのラボガさん姉妹だったりとかってすると、まあ、しっかりした伊達庵がいて、うん、で私はどっちかというと自由奔放にやらせていただいているんですね、うん、知ってますよ。でやっぱりバラエティ系になると伝説っていうね、私が何かやらすと北伝説って言われたりとかするんですけど、その、伝説を求められたりとか、逆に伝説あれ全部ネタでしょって言われたりとか、 あと自分がその何か番組中に起こってしまった発言だったり言動だったりっていうのも全部狙ってるんでしょって言われちゃう、やっぱ現場が結構あって、結構狙ってたいんですよ本当に。ね、でもそういう時に盛り上げながら、うまく回避したいなと思って、そのいつも狙ってるんでしょって言われたら、え、違いますよしか今私の中で動かないんですよ。なるほど。ね、それを説明すると言い訳みたいになっちゃうし、どうすればいいんだろうなっていつも思うんです。まずこれは解決すべき問題かどうかっていう議論が必要だと思います。そうですね。でも確かにそのクッキーさんがあるラジオ番組に出てるのを私聞いたんですけど、うん、そのまあ、結構その激しく突っ込まれてたんですよ、まあ、嘘だろうとか、うん、でやった時にクッキーさんが逃げ場がなくて、うん、で、まあ、クッキーさんはそういうのをいじられるために呼ばれてるんですけど、うん、もう違うんですよしか言ってないから、うん、なんか、うん、まあ聞いてる側が結構悲しくなってくるっていうか、まあ、その2人がツッコミがちょっときつかったのもそうなんですけど、うん、でももうちょっとその上手い返しとか、うん、そのかわし方とか逆にこう反撃するような武器があれば、もうちょっともしかしたらいい番組をこう盛り上げながら、そういい解決方法があったんじゃないかなっていうふうには私は聞いてて思いました。なるほど、うん、師匠さんは。私はですね、全部が全部否定なのかなっていう疑いがあるので、盛り上がってる。そうそうそう、盛り上がってる、もう狙ってもいいが、その盛り上がったことに対して逆にどうやって乗ってその場を収めるかは必要かと思うけれど、突っ込んでもらえるネタがあるのはありがたいと思ってしまう人なので、そこを大事にしつつかなって思いますけどね。なるほど。
だから本当のことを喋ってるんだけど、うん、信じてもらえないっていうキャラクターであった方がいいのであれば直す必要ないよね、うんうん、あ、なるほど。まあそうですね。だから起点の効いた、例えばその返しを用意してたとして、うんうんうん、そうするとすごく計算が立つ人だなっていうイメージが、あー逆に難しい、ここまでワンセットだなって思われちゃう確かにそうでしょ。確かにそうなると、うん、本当の話の信憑性も疑われてしまうよね、うん、あただなんか場は盛り上げたい、うん、そう場は盛り上げたい、悲壮感を出したくない、うん、なんかあの聞いてくださってたリスナーさんで、うん、ツッコミ方を知らなかったりすると、うん、いじめじゃんみたいな風に言われちゃったりしちゃって、 それがやっぱ一緒に絡んでくださった方にも申し訳ないし、な聞いてくださった方にも申し訳ないなっていう、まああのはっきり言うとあのまあ一緒に絡んだ人の技術不足もあるけど、あー私もねそっち今こう今話しながらあれ うん、こうあの人たちも来るべきだったこうファッて思ったんですけど、うん、それもありますね。まあまあでもいいでしょう、うん、じゃあ自分が喋ったことを信じてもらえなかった、うん、嘘だ嘘だって言われました、うんうんうん、じゃ あのどういう返しがベストか皆さん、うん、じゃあシンキングタイムを書いてみてください。ネタ出してもらっていい？それに対して、うん、それに対して、それに対して、なんだろう、伝説1個教えてください。伝説1個、何がいいだろう。こういう時にパッて出ればいいんだけど、うん、鉄板じゃない方がいいよね、みんなが鉄板って言ってるの、あなた自分の伝説ネタってこと、公表してるの大丈夫だって今それ真実って話をしてるんだけど、鉄板だからあの滑らない話みたいになってるもんね。みんなに何か驚かれるやつね、よくね、うん、ちゃんとそう、あの決裂感を捕まえたとかいうニュースになったものとかやっぱみんな知ってる、うん、あそうね、じゃあちょっとそれから外れた、ちょっと外れたもの、外れたもの、あじゃあこの間、舞台の稽古場であった話なんですけど、うん、まあ、その日衣装の、衣装どしっていうの、うん、衣装を着たまんま、うん、あの実際に通し、あの初めから終わりまで、うん、あの一本舞台やるような形で稽古をする日があったんですよ、うん、でその時に衣装を着て、うん、で最後帰る時衣装を脱いで、うん、あれ私は着替えがないと思ったんですよ、うん、でその時の衣装がワンピースだったんでやばい脱げないと思って、うん、でとりあえずでもすぐ着替えないといけないから上半身だけ脱いで、うん、で T シャツだけ羽織って、うん、で下公園やらすいません私のズボン知りませんかってめちゃくちゃ探し回ってたら、うん、一人の共演者さんが、うん、クッティちゃんその下に履いてるの何って言ってでこれですっていう3人とも廊下が始まってるこれが本当の問題ですね、うん、なるほどね。あ、いいじゃないですか。そんなの嘘だろ、そんな。いや、違うんですよ。メガネをつけたままメガネメガネって言ってるようなもんじゃないか。そんなの嘘だって言われた時。なるほど、なるほど。わかりました。ズボン履いてるか履いてないかぐらいわかるだろう。いや、嘘つけた。わかんなかったね。あ、ぬくもりでわかるだろう。聞く前に一回見るもんね。うん、うん。見ると思う。そうだよ。恐ろしいな。その時にどう返したらいいか。その時はじゃあ今実際に嘘だ嘘だって言われた場合に、はい、自分なりに考える気の利いた返し方かな。ああなるほど、うん、何だろう、しっかり考えるんだよもう本当に自分だったらね、そういう、ただまああのエピソードとかはもうあのお上手でしたね、ちゃんと出来上がってますから、市場病ではなかったやった、うん、やった市場病だとね、なんかあの変に共演者の描写が細かすぎてで でこいついいやつなんだみたいなそっちの話が盛り上がっちゃうからで、まあ、あのズボン履いてたんだけどさって自分で言っちゃったりとか、まあ、そういうのあると思うすごいね、よく分かってるお兄ちゃん全部見抜いてる、すごいよく分かってる、枝が目になっちゃうもんね、右よりね